では今回はバンド分散を描きたいと思います。今この画面は度数を描いた部分で終わっています。バンド分散を描くには、タスクス、こちらにありますタスクスから、バンドストラクチャのボタンを押します。そして、上から順番に、行っていきますが、度数の時と同じようにこの濃い灰色の部分は押す必要はありません。さらに、この一番上の部分は、ユーザーが、好きな経典を作りたいときに、用いるものでして、区間がしっかり決まっているようなものであれば次の行から進めばいいです。そして次の行のこの FCC というのはもう自動的にウィン告げ側が入力してくれています。次にこの右側のボタンをクリックします。そしたら次に XLAPW1 の -バンドのボタンを押します。そして Continue with Band Structure、 そしてこの部分は飛ばしてリットの部分を押します。そして、こちらの右側に EF の値が書かれていますのでこちらを、コピーしてこの枠の中に、0.xxx と書かれていますのでこちらの部分にペーストします。でペーストが終わったらセーブのボタンを押して、Continue with Band Structure、 そして X スパゲッティを押して、Continue with Band Structure、そしてプロットバンドストラクチャーのボタンを押します。そうするとこのように、バンド分散図を描くことができます。実際に、これ以外にも、他のプロットソフトで描けるようなデータが出力されています。それを見るためにはこのファイルズのボタンを押してアウトプットファイルズのところに、あ、ではないですね、失礼しました、ショーオールファイルズのボタンを押してこのスパゲッティエネと書かれたものが、例えばイゴールなどで読み込めるファイルに対応しますのでこれを、読み込んでプロットしていただければいいです。でこちらのフロッピーディスクのボタンを押すと、ダウンロードの場所は聞かれますのでどこにダウンロードするかというのを指定すればダウンロードのところに入ります。このようにしてダウンロードのところにどこかに、これはちょっと探すの大変なんですけどこういったところにダウンロードされますしダウンロード先を指定することもできますのでこのようにして、出力を得て、データを得て、他のプロットソフトでプロットしていただければと思います。今回は、これで以上になります。